福岡県は全国でも指折りの花の生産地です。美しさをはじめ、花の魅力をもっと知ってもらいたいと、福岡フラワーフェアが福岡市で開かれています。福岡県は全国3位の花の生産地です。しかし、消費量は低いことから、花の魅力を多くの人に知ってもらおうと開かれています。今年は新型コロナウイルス対策として、例年開催しているフラワーアレンジメント教室は開かれませんが、県内の花屋さんなどが趣向を凝らした作品展示のほか、フォトスポットも用意されています。こちらは高校生花いけバトルに参加した福岡舞鶴高校のいけ花です。立体感のあるほうき草で冬の木枯らしを表現しています。あさって午後6時まで福岡市天神で開かれます。